江口さん、桜川さんの件はすでに調べがついています。あなたは氷室さんと協力してワインに毒を入れ、桜川さんにそれを飲ませた。結果、彼女は中毒死しました。何か言いたいことはありますか ワイとっくに捨てたのに毒が入ってたさ桜川さんがそれを飲んだっていうのち違う違うんです私じゃない氷室さんのはずもない犯人は泉さんじゃないのそれは。 江口さんあなたが氷室さんのことを黙っていたのは桜川さんと氷室さんのプライバシーを守るためだと信じていますあなたにとって彼らはいい人たちでマスコミにも殺人事件にも巻き込まれる必要はないとお考えでしょう僕の憶測ですがあなたは氷室さんのファンでしょうだから無条件に彼を信じ彼を守ろうとしているしかし 氷室さんには現在重大な容疑がかかっています。我々はすでにその証拠を掴んでいるんです。このような状況でまだあなたは彼をかばうんですか場合によってはあなたも罪に問われますよ。 あのワインは昨日桜川さんの部屋にチョコレートを届けに行った時に氷室さんが持っていました氷室さんやっぱり来たんですねよかったですお前は江口か 桜川さんの部屋にはソフトドリンクしかなかったはずですけどそのワインは氷室さんがいやカウンターからもらってきた最近薬を飲まれているのにお酒を飲むのはダメですよ桜川さんが心配します無理はそんなこと気にしないだろう彼女が僕を心配したのは関係の公表を迫る時だけだ <laughs> たまになら 一杯飲んでも大丈夫さいいえダメですよこのワインは没収しますね江口そのワインを返せ本当に飲みたくなったらこのチョコレートでも食べてくださいパックスグループの泉さんの桜川さん宛のプレゼントですおいしいと思いますよ 桜川さんも食べてましたし。ルリが、他の男からもらったチョコレートを食べていたのか。宴会での社交事例ですよ。相手はあのパックスグループですから。それに、泉さんは早々にお帰りになられました。焼き餅を焼く必要はありませんよ。桜川さんをお待たせしているので、私は会場に戻りますからね。チョコレートは溶けやすいので、 食べたくなければ冷蔵庫に入れておいてください。桜川さんに氷室さんが来たことをお伝えしておきます。宴会が終わったら桜川さんはすぐ戻ってきますから。部屋を出てからワインを持ち出してしまったことを思い出して、会場に持っていくわけにもいかなくて、普通のワインだと思ってたので、清掃収納室を通りかかった時、 適当に清掃カードのゴミ袋に捨てました。 落ち着いて。まずは深呼吸をしようか大丈夫だから僕に任せなさい本当にロマネ・コンティを拾った人物がいたとしたらまず飲まずに売ると思うよあれはただのワインじゃないロマネ・コンティだ1瓶で普通の従業員の1年分の給料よりも高い 僕の推測によれば多分ワインを見つけた従業員はそれを家まで持ち帰っているまだ寝踏みしているはずだよ正確に言うと。 夫婦なんです。結婚してもう2年経ちます。氷室さんは今人気上昇中で大事な時なんです。女性ファンも多く、結婚を公表するのは難しくて。結婚のことがバレないように、二人はわざわざ海外で届け出をしたんです。 お二人は互いに一目惚れだったそうで、本当に愛し合っていたんです。なら、桜川さんが氷室さんに関係の好評を強いたというのは桜川さんはヴィーナスを背負った強い人です。でもプライベートの恋愛面では、不安に陥りがちだったようです。お二人は結婚した事実を伏せていたのでなおさら、氷室さんは撮影で遠出することも多いので、会える時間も少ない。 普段はいつも人目をしのいで会うしかありませんこんな結婚生活が長続きするはずがないって桜川さんはずっと心配していて関係の公表を望んでいましたここ数年氷室さんが出演した作品が大ヒットして番宣も兼ねて女性の役者さんと一緒に話題に上がることも多くて そうなんです。桜川さんは氷室さんのことをとても気にかけていますし芸能界の根も葉もない噂を嫌ってますはいちょうど氷室さんも撮影がお休みだったのでステラ氏に来るようにと桜川さんがお呼びしたそうです 氷室さんが薬を飲んでいるから酒を飲んではいけないと言っていましたねそれはどういうことですか最近薬を飲まれているのにお酒を飲むのはダメですよ桜川さんが心配します無理はそんなこと気にしないだろう彼女が僕を心配したのは関係の公表を迫る時だけだ実は ここ半年間氷室さんの精神状態がひどく不安定なんです些細なことで怒ったり仕事でトラブルに遭うと子供みたいに泣き崩れてストレスのせいじゃないかと桜川さんが心配して一緒にクリニックに行って診てもらったそうです 先生の診断だと、氷室さんは、うつ病らしいです。それで薬を処方してもらって、お酒をやめさせるように言われました。詳しい診断報告は、昨日桜川さんの手に届いたばかりです。聞いたところ、そのクリニックは機密性が低いし、診断結果も正確ではない。本当に正式なクリニックか疑いますよ。い,いえ、実は、あのパパラッチは、 桜川さんが手配したんですはいこの件で氷室さんは桜川さんと大喧嘩しましただから氷室さんが約束通り来てくれたのが少し意外でした だが先ほどの疑問点の答えにはなってないあなたの疑問は江口さんに答えてもらうしかないようだまだ何か聞きたいことでも実はお恥ずかしい話 最近、お金に困るようになりまして。氷室さんに人気が出た後、彼を尾行するパパラッチが増えてしまって、ストーカーまで現れて、彼らはアイドルの応援だけにとどまらず、アイドルの私生活にまで干渉しようとする人たちなんです。中には、本当に氷室さんと桜川さんが一緒にいるところを写真に撮った人もいました。桜川さんには教えられませんでした。 彼女に教えたら結婚を公表して氷室さんを困らせる可能性があったので氷室さんにも教えたくなかった彼の精神状態を考えるとこれ以上ストレスをかけられないと思ったんですだから自前で写真と動画を買い取ってました氷室さんが病気になる前は本当に素敵な人だったんです ポジティブで作品も面白かった。彼がいなかったら今の私はいませんでした。 ねえそこの君この絵は君が描いたのすみませんこの絵って君どうしたの絵は私のものですでももう必要ありません 日室すばるル。な<あ>、<laughs> バレちゃったかこうなると次出かけるときはマスクとサングラスをつけた方がいいのかな私去年氷室さんがオーディション番組に出演したときからずっと応援していました氷室さんのファンなんです本当にならここで出会ったのも何かの縁ですねあ,あ 何かあったんですか悲しそうな顔をしてますが私最近卒業したばかりで今就職活動をしててもう56社に応募したんですけど私のデザインを否定されてデザイナーに向いてないって言われましたこれコートのデザインでしょレディースの。 僕はいいと思うよ。職場の女性の独立的な態度をよく引き立ててるたった56社にデザインを否定されただけでしょ次の会社は内定を出してくれるかもしれない僕だって1日に78回オーディション受けてるけど脇役ばかりだし受からない時もあるこんな落ちこぼれの僕でもまだまだ頑張ってるんだからでも 氷室さんの演技はとても素晴らしいと思います去年の作品も脇役でも迫真に迫る演技でしたありがとういつか実力派の役者になれると信じているからあなたもまだ諦めないで優秀なデザイナーになりなそして私が7社目に面接を受けたのが 立ち上がったばかりのヴィーナスファッションでした。今回ファッションウィークのデザインは桜川さんが主に担当してましたけど、私もデザインを手伝っていました。金賞の半分は私の功績だと桜川さんも言ってて、あの時氷室さんが励ましてくれたから、ここまで来れたんです。今まで困難にぶつかるたび、あの日のことを思い出していました。彼は数えきれないほどの困難を乗り越え、 頑張り続けたから今日の結果があるだから私も簡単には諦めない私が今までしてきたことは彼への恩返しですでも桜川さんとこんなことになってしまうなんて二人は本当にお互いを思い合っていたのにどうして何事においても 節度ははわききまえるるるべきだろう。過ぎた及ばざるが如し。桜川さんは、愛という名目で氷室さんを縛り、氷室さんはそれに応えられなかった。氷室さんは、できるだけ多くのファンに応えたかったのかもしれない。だが、到底一人の力じゃ限度がある。桜川さんと彼を支えるファンたちの感情は間違ってはいない。ただ、どう過ぎた愛は、 彼にととっって耐えたい重みとなった桜川さんが手配したパパラッチたちもラクダの背を負った最後の一本の藁に過ぎない日村さんを追い回すパパラッチや熱狂的なファンが抱くものを純粋な愛とは呼べない彼らは欲に駆られた吸血鬼だ 森月さんはどうして私が氷室さんのファンだと分かったのですか最初に彼女が桜川さんの秘書について質問した時あなたは嘘をついた他の嘘がすべて氷室さん絡みだからその嘘も氷室昴が絡んでいる可能性が高い氷室さんと桜川さんに何らかの関わりがあると分かった後 答えはおのずと出ました桜川さんが秘書をクビにした本当の理由は氷室さんと結婚したことがバレないようにしたかったからですねおそらくもう二人の秘書は口が軽かったはい桜川さんは氷室さんと付き合い始めた頃から氷室さんをとても案じていましたのでそうでしたか ならなぜあなたは首にならなかったか。それは、あなたは口が固いことを知っていたから。その確信は、あなたが彼女に忠実だからではない。恋愛も結婚も公になったところで、彼女に何の不都合もない。あなたは氷室さんのことを大事に思うから、口を固く閉じる。氷室さんのことを大事に思えて、かつ、桜川さんに嫉妬されないのであれば、おそらく、 理性的ななファンなのかと先ほど彼女が友人にかけた電話を聞いたからこそ僕もここまで思い至った僕は容疑者じゃない氷室さんが何か落とし物してないか見に来ただけだ分かりましたよ 入れてもらえないなら帰りますから